私のせいです。私が打ち明けてしまったから。よせよシオン、シオンのせいじゃないよ。いいえ、私のせいなんです。私が打ち明けてしまったから。君吉のおじいちゃんが知ってしまったから。だから殺されてしまったに違いないんです。だって打ち明けてすぐなんですよ。打ち明けて大丈夫って言ってくれたその晩に消えてしまった。これは全部私たち4人のトガだったはず。他人に話してはいけないことだったんです。話したから殺されてしまった。知ったから殺されてしまった。打ち明けたから殺されてしまった。おい待てよ、そんなやつなら打ち明けた村長を殺す前にお前から先に殺すに決まってるじゃないか。順番が違うよ。殺されるなら俺かシオンが先、他の奴らが先に死んだりするものか。順番はあります。私たちを一番最後に殺すつもりに違いないんです。は？なんだって？人を思いに殺さないで、親しい人たちから順々に殺していって、散々悲しい思いをさせた後に殺す、そういう狙いに違いないんです。落ち着けって。シオンは今ショックを受けてパニックを起こしてるだけなんだよ。村長の失踪はシオンとは関係ない、無関係だ。高野さんたちの死とも全く関係ないんだ。うん、関係あります。絶対にそうなんです。私が話したから殺されてしまった。だから殺されてしまった。打ち明けたから殺されてしまった。Thank you.
リカちゃん、リカちゃんだ。え、今なんて言ったんですか。俺も実は打ち明けたんだ、リカちゃんに。今日、リカちゃんってリカちゃまのことですか。古手神社のリカちゃま。そうだよ、リカちゃんだよ。俺もどうしようもなく不安で打ち明けたんだ、リカちゃんに。そうしたらリカちゃまはなんて。ごめん、シオン。俺、ちょっと、リカちゃんのことが心配になっちゃって。あ、はい。そんなに心配でしたら、ぜひ電話を。安否を確認してみてください。ああ、そうさせてもらう。また明日も、このくらいの時間に連絡します。それをもって、私の安否確認としてください。わかった。待ってる。じゃあな。すまん。切るぞ。くそ、無事でいてくれ、リカちゃん。いえいえ、気にしないでくださいよ。
この店でおでんを食べるとですね、なぜか年計のガソリンスタンドの請求書に化けちゃうんですよ。だから遠慮しないでもう一杯飲んでいけばいいのに。クマちゃんも勉強しといてくださいよ。謙虚な人が結局一番長生きするんです。さっきの話本当っすかね。さてそれはわからないですけどね。真偽はともかく、そういう話がまことしやかに流れてるってことには意味があると思いますよ。そんなのが村長を狙う動機になりうるんすかね。クマちゃん、いつも言ってるでしょ、動機っていうのはその本人に十分でありさえすれば足りるんです。価値観の違いをよく考えなくちゃ。あ、お母さん、もう一杯ください。クマちゃんは見たことありませんか。私は随分前に何かの用で行った時に見たことをよく覚えてますよ。すみません、ちょっと思い出せないっす。そりゃもうおっかないくらいに厳重に施錠してありましてね。まるで大金庫みたいに厳重な蔵だったんですよ。だから村長とフルデリカも同罪ってことなんですか。だとしたら村長に続いてフルデリカもまずいじゃないですか。その可能性は大ですね。クマちゃん、ひなみ座を巡回している覆面者に至急連絡、フルデ神社近辺に張り付かせてください。了解っす。